Vivian Entertainment Production。 皆さんどうもこんにちは、中島春日です。今回はですね、私の集めている印籠を紹介しようです。私ですね、印籠を集めることが趣味でして、事務所のプロフィールの趣味の欄にも印籠を集めって書いてあるんですけれども、そのためオーディションとかで結構この印籠集めって何ですかって聞かれることが多くて、なので今回はちょっとその印籠をお見せしようかなと思って、はい、この動画にしました。では早速私の印籠を紹介したいと思います。まず生まれて初めてゲットした印籠がこちらです。おなじみ青いもんですね。これは裏にも書いたんですけど、箱根の関所でのお土産屋さんで買ってもらったやつです。これは小学校低学年とかかなの時に家族で箱根に行きまして、で関所に行ってお土産ショップでなんか好きなもの一つ買ってあげるよって言われて印籠があったわけですよ。これがいいって言って、でそれでいいのって言われたんですけど、私はこれみんなこれ欲しいに決まってるじゃんって言ったらしいんですね。そのくらい印籠に魅力を感じておりまして、それでまあ無事この印籠を買ってもらえたという嬉しいね。私の記念すべき第1回目、一つ目の印籠がこちらでした。そして続いて次はですね、小学校の修学旅行で日光に行った際にお土産ショップで買った印籠です。これはね、さっきの印籠と比べると少し大きいんですけれどもね、見てわかるようにこの表面のね、このちょっと菊水かなみたいなこの柄がこっちにあって、こっちは特にないスルンとしたシンプルなやつですね。シールだしね、これね。これが私の2つ目の印籠です。続いて3つ目こちらです。どう、これもね結構表面ここの柄があるんですけど、これは水戸黄門様のやつでございます。まあ、あの印籠にね青いもんが多いのはまあそのことでね、やっぱり水戸黄門様が青いもんだったから、多分印籠といえばどこに行っても大体青いもんなんでしょうね。そう、私が印籠かっこいいと思ったのはもうまさに水戸黄門様の、ドラマを見てですので、はい、これもちょっと大きめで、はい、いい感じです。続いてこの2つはですね、両方ともお守りです。こっちのちっちゃい方は上野東照宮って書いてありますね、裏に書いてある。そしてこっちは箱根のこっちも神社のお守りですね、はい、これはね青いもんじゃなくて笹の葉でした。これ多分神社のもんなのかなと思います。これ裏にもね、村のこっちが神社の菊か菊じゃないか、つわりのねなんかなんか鴨がありますね。後で調べてみよう。結構神社とかに行くとこういう印籠の形したお守りもたまにあるので、あると買ってます。最近はなかなかちょっと神社とかにもそんなに行けてないんで、印籠集めがちょっとできていないんですけど、そして最後3つ目の印籠はこちらです。こちらは丸に違いたかの葉のもんなんですけど、これは私の祖母の祖父が本当に実際に使っていた印籠で、それを祖母がくれました。私が印籠好きっていうのを知ってて、その実際なのに結構ちゃんと年季が入ってるんですけれども、印籠を集めてるって話すとよく聞かれるのが、印籠って何に使われてたのってよく聞かれるんですけれども、こんな感じでね前段開くようになってるんですよ。でこれを昔の人は腰につけてお薬とかをね基本的に入れてたらしいです。だからなんかちょっとねお薬っぽい香りがします。なんか、はい、私阿波踊りとかのお祭りを見に行くのも結構好きなんですけど、踊る人とか見てると腰にね印籠をつけてたりとかするんで、多分それもお薬とか入れてつけてたのから来てるんじゃないかなと勝手に思っております。これが6つ目でした。6つ目は本物です。そしてですね、今回私が着ているこの T シャツ、これは私が以前デザインした T シャツなんですけれども、これですね、この右と左のやつは家紋をイメージしてデザインしたもので、こっちはですね私の家の中島家の家紋喧嘩束みをモチーフに作ったやつです。実際のこんな感じ、形は一緒でしょ、ただそれをちょっと可愛くしてみました。お花っぽさをより出しました。こっちはこの枠真ん中に春日の春っていう漢字をイメージした
デザインにしましたっていう感じで、こういうグッズにもちょっと家紋入れたいよってくらい好きです。家紋まだまだ、家紋にまつわるグッズはいろいろ持ってるので、また今度それについてお話できたらなと思います。今回は私の集めている印籠を紹介する回でした。もしよろしければグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。以上、中島春日の集めている印籠を紹介しようでした。バイバーイ。